こんにちは吉さんあの「貧困は恥ではない」っていう言葉はねドイツの劇作家が言った言葉だったと思うんですけども今回はねそれをちょっと引用してみたいんですよ。貧困はは恥ではない確かに貧困をどう考えるかっていうのは価値観さまざまなんで恥ではないと思って生きていく分には全然それは口を挟むところではないんですけども私日々ねものすごくね疑問に思うことがあってねそれは 私もそうだし、吉田さんもそうだと思いますけども、日々お金を作り続けてるじゃないですか。で、お金を作り続けて、お金を使い続けてるじゃないですか。なんで世の中、貧困になる要素があるのかなと思っちゃうんですよ。もちろん、分かってますよ。細かく考えれば、こういう仕組みなんだなってこと。でも、なんかね、誰一人サボることなく、サボるって言ったらまた語弊があるんですけども、誰一人、あえて言いますけど、サボることなく、 日々自分のお金を使って作っていってね。で、自分の使う分をちゃんと使っていったら、なんか貧困問題ってなくなるんじゃないかなと思うんですよ。もちろん先天的にね、なんか病気があったりとか、その後天的に疾患を患ったりとかってあると思うんですけども、でもそれは、あの、まあ、言ってみれば大半の例ではないんですよね。大半の人は自分の意思を持って働けるし、自分の 得意分野を生かしてお金を作ることができるんですけどもなんかねそのどっかでで自らを、まあええて言えばサボるんですよ、ねうん、それだから誰かの余力を買って生きているってことにもなって結局、まあ、お金持ちになろうとしている人がねなんでお金持ちになれないかというと一つは制度の問題なんですけども。 お金を作り続けているるる人人に群がる人がいるのも確かなんですようんだからやっぱりこう他者ってのはねあのものすごく、うん、お金にもはっきり依存して群がってくるしで人の時間をね奪うんですよねものすごくうんだからこうほんと1分1秒貴重なもんだと思って過ごしている人もいればで大いに その、レジャーに使う人もいて、それはどっちがいてもいいんですけども、ただ生産してない人、要するに仕事をしてない人って暇だからお金使っちゃうんですよね。お金使わなくてもすごく時間を使うんですよね。で、仕事をしてる人は時間がなくなるんで、レジャーが全然できなくなっちゃったりね。そういうことをいろいろと考えていくと、貧困は恥ではないっていうのは、貧困の状態に対して恥とか恥じゃないってことを言ってんじゃなくて、その貧困であり続けることとか、 そもそも最初から貧困の方ってのはあまりいないと思うんですよね。で、自ら選択して豊かになる方法を放棄したっていうことでもあると思いますし、なんかえらい休憩が長いとかね、そういったこともあるのかなと。うん。まあこれは他者にね、お前ちょっと恥ずかしいと思うよっていうことではないんですよ。うん。平たく世の中見ていると、うん。まあ日々ね、一生懸命働いている人もいれば、 できるのにやらないい人もいたりとかねそれからもうどうあがいてもできない人もいるみたいなさまざまなモザイクが合わさってこの世の中ができてるのかなと思ったらいささかちょっとねあの不公平や不平等っていうのを使っていい人は誰かっていうと実は富裕層こそ不公平とかね不平等っていうことを叫ばないといけないのかなというふうにも思ったりするんですよね。 まあんあまりこれを言うとねなんか人間的にお前は問題があるんじゃないかなって言われそうですけどもやっぱりこうビジネスに関して一定のレベルでうまくいったら見える景色変わってくるんですよ。うんだからその違う景色から見える夕日の話をしてるだけでまた違うところから夕日を見てる人が「いや夕日の色は黄色でしたよ」って言ったものを否定するもんではなくてねさまざ、あ、ま見えてる景色違うんだろうなっていうところですね。 だから貧困は恥ではないっていう言葉も納得する人もいれば反発する人もいたり無関心な人もいたりさまざまなかなというところでございますまあ三浦和義ね三浦和義でしょ三浦義和和義なんか似たような名前の犯罪者いませんでしたっけねどっちか分かんなくなっちゃいますねあと三浦智和とねごっちゃになっちゃうような感じですね私としてはねじゃあいってらっしゃい